はい、どうもこんにちは、サンです。今回なんですけども、リアルタイム対戦ピックアップスカウトのガチャが初登場しましたが、主に西武ルーン生の目線で引くべきかどうか話していきたいと思います。その後に OB とワールドスターの再臨の話もしていこうと思いますので、それでは行きましょう。まあ、リアルタイム対戦のピックアップスカウト、購入1回目からピックアップ選手が1人確定っていうね、かなり両指になってますね。1回目、3回目、5回目で1人確定で、西武からはトンセヒさんが来ました。おー、これだ。リーグ勢だったらスルーおすすめします。もう少しで4000円になりますので、3800のここで引くのはなしかなとは思うんですが、あ、まっ、甘すぎ。もし殿崎さんを持ってない方であれば、10連だけ勝負してみてもありかなと思います。無課金、美課金勢でも、まあ、エナジー余裕があるっていうのが前提なんですけど、守備が A ですし、広角持ちで、まあ、外野も守れますし、もし持ってないんであれば10連だけ勝負してみるのもありです。来年になると殿崎さんおそらく能力が下がりますので、パワーがね、下がるかなと思います。パワープラス3の称号でやっと同値になるかなぐらいになる気はしますので、ただ使う余裕は絶対にしないようにしてください。もうグランドオープンが来て4000が始まりますので、引くとしたら10連。で、 OB 再臨とワールドスター再臨はおすすめはしないです。リーグ勢はもう完璧スルーで、西武純正でリアタイをメインにやってるよっていう方であれば、唯一引くとしたら田淵さんの回、アーティストを持ってキャッチャーができるという点ではやはり結構プラスにはなりますので、そこぐらいですかね。ただ通いはね、絶対にダメです。こちらもあら、簡単にね、お金が飛んでいくのでなかなか当たらないです。やっぱ 2.5% を引いて 20% を1チームの 20% を引かないといけないので、お金に余裕がある方であればワールドスター再臨を30連を引くとかおすすめします。9分の2で西武の選手は手に入りますので、秋山さんか菊池雄星さん、あいち、菊池雄星さんもリアタイではそこまでですけど、大会になって超高速になると先発アークで結構使えますので、トノセキさんも持っててワールドスターも引く予定ないよって方は全てスルーでグランドオープンにガチャを引くと、ちょっと1点ぐらい欲しいね、ここ。いやー、引っ掛けちゃった。西武純正でなくてもリーグ勢の方は基本スルーなんですけど、リアタイ勢であるならばリアルタイム対戦ピックアップスカウトはかなりの神ガチャになるんじゃないですかね。それこそピッチャー揃ってない方であれば12分の6で強いピッチャーが手に入りますので、すごいおすすめなガチャだと思います。 OB で勝負するだったらやっぱワールドスターの再臨で30連目でも S 入りますし、引くならやっぱワールドスター再臨かなと思います。西武純正はやっぱワールドスターが2人いるのでね、ガチガチ狙う人であればそちらのガチャをね、本当に引かなきゃいけない。まあ、自分はどちらもスルーしたんですけど、無課金、美課金の方は、まあ、我慢して、ここはもう我慢して4000の時代に備えるのがやっぱ最優先かなと思います。よし、西武純正がメインなんですけど、他の球団の選手を使ってリアタイをすることもあるので、ちょっとね、1回引こうかどうかはね、すごい迷ってます。ピッチャーがやっぱ欲しい。宮西さんなんてもう10人いますしね、準備満タンなんですけども、ね、なかなか当たらない。うわ、惜しい。やばい、グランドオープン前にね、こういういいガチャがね来るってなかなかいやらしいですね。惜しい、早すぎる。ツーシーム今日打てんな、あれ今日ツーシーム打てん日だな。うわ、いぶしたぞ。とりあえずいぶしたバッティングで1番に繋いでくれ。あれ今日ツーシーム打てん日だ。